建設予定地は2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により引き起こされた福島第一原子力発電所事故に関連する帰還困難区域に位置しており立ち入り禁止となっていた警戒区域に指定されたことで建設は中断されたが環境省による除染モデル事業が終了し除染工事が実施されることになったため 2012年8月31日に、東 IC を含む高野 IC 南相馬 IC 間の工事を再開することが発表された。東 IC 南相馬 IC 間は2014年12月6日に、上板富岡インターチェンジマイナスあたり IC 間は2015年3月1日に、それぞれ開通し、これにより、上板自動車道は全線開通となった。料金所は、 終日無人のため、一般レーンを利用する場合は、自動生産機にて生産することとなる。常磐自動車道並江 IC、南相馬 IC、相馬 IC、山本 IC 間開通に伴う、営業開始セレモニーの実施について、東日本高速道路東北支社2014年11月18日掲載、閲覧常磐自動車道荒野 IC から、南相馬 IC 間の復旧、 整備工事の実施についてネクスコ東日本2012年8月31日 AB 常磐自動車道並江 IC 南相馬 IC 間相馬 IC 山本 IC 間の開通等について東日本高速道路2014年11月18日掲載閲覧 AB 常磐自動車道の全線開通について 東日本高速道路2014年12月25日掲載常磐自動車道福島県2017年1月12日閲覧常磐自動車道並 AICE 北開通に伴う基幹困難区域の特別通過交通制度におけるルートの追加について2014年12月4日掲載原子力災害現地 対策本部原子力被災者生活支援チーム。福島第一原発事故、帰還困難区域、波江の国道114号20日から通行可能に。産経新聞。 https://www.sankei.com/.life/.news/.170919/.lif1709190035-n1.html2021 年2月28日閲覧ありがとうございます。